そんなに大口開けて笑うんだ。そんな時に頬が緩むんだ。そんな時にへの字になるんだ。今改めて顔全体から伝わってくるものの多さとその素晴らしさに気がつくのです。3年間さまざまな制約があったからこそ、少しずつ自由を感じられる日々が嬉しく思えるのです。ささやかな表情の行き交う毎日はきっとこの上なく美しい。悩んでいても、前を向いていても、立ち止まっていても、踏み出していても、泣き合っていても、笑い合っていても、みんないい顔してる。資生堂。石田ゆり子さん、ムービー撮影終了です。ありがとうございました。こんな開けっぱなしで動いて決め気を取っちゃう。めっちゃリアル。一回で終わっちゃった。どうだろうか。いや、めちゃくちゃお似合いです。ちょっと湧いてたりして背中がね。モーニング娘。とかみんなで一緒になんかこうイエイイエイってできるやつはやれなかったからやりたいですね。同世代ならではのあるあるというか、その当時のアニメの歌とか入れたりとか、そういうアイドルとか入れてコール&レスポンスってやつですか、やってみたいです。でも今日も撮影でできてすごい楽しかったです。初めてこの企画について伺った時、私もすごく共感できるなって思いました。毎日当たり前のように繰り返しているその表情は、すごく幸せなことなのだと今改めて実感してます。皆様の毎日にもきっといい顔がたくさんあると思います。